それでは私と一緒に元気にトレーニングをしていきましょう。太ももの裏のストレッチです。一日座りっぱなしで硬くなった太ももの裏の筋肉をしっかりストレッチしていきましょう。床にマットを敷いていただきます。マットがなければお布団、畳の上でも大丈夫です。右足を曲げていただいて左足を伸ばします。外側に少し開いていただいてつま先は上を向けます。右手は左の膝の上、左手はつま先の方に向かってゆっくりほぐしていきます。この時に膝が引き上がってこないように、もしくはつま先がどちらかに倒れないように気をつけてください。しっかり伸ばしてももの裏の筋肉を伸ばしていきます。なるべく呼吸を止めないように意識します。大きく吸ってゆっくり吐きながら、吐くイメージは10秒15秒ぐらいゆっくり吐いていきます。少し太ももの筋肉が伸びてきたなと思ったらゆっくり戻してきます。もう一回だけ伸ばします。ゆっくり前に倒していきます。無理に倒さないように意識をしてください。頭を下げるのではなくておへそを太ももに近づけるような意識でほぐしていきます。で戻していきます。今のストレッチを左右2回ずつ行っていきましょう。背中のストレッチをしていきます。一日座っていて硬くなった背中の筋肉をしっかりほぐします。左の足を膝を伸ばして座っていただき、右の膝を曲げて座ります。左手を横についていただいて、右手を上から横にぐーっと倒してきて、横の筋肉、背中の奥の方の筋肉を伸ばしていきます。この時に肘が前に倒れすぎたり後ろに行きすぎたりしないように、足が天井を向くように横に倒してきます。ストレッチをした時にここで10秒ほど止めていただきます。ゆっくり息を吐きながら、で戻していきます。今のストレッチ左右2回ずつ行って、横の筋肉をしっかり伸ばしていきましょう。神奈川県立歴史博物館で中世歴史の学芸員を担当しております渡辺と申します。当館ではですね、神奈川の歴史と文化をテーマに先史時代から現代までの様々な資料を展示しております。今回はですね、当館が所蔵しています神奈川県の重要文化財に指定されている源頼朝袖判下し文を紹介したいと思います。この資料はですね、鎌倉将軍である源頼朝が1192年に御家人の小山朝雅へ彼が持つ土地を公的に保証する内容の行政文書です。ここで注目したいのは文書に記された源頼朝自身によるサインでして、当時はこれを花押と呼んでいました。これをもう一通の10年ほど前の頼朝の花押と比較してみるとどうでしょうか。花押の大きさといい、筆運びの堂々とした書きぶりといい、だいぶ違いますね。ご紹介している資料の時期に頼朝は朝廷から征夷大将軍に任じられており、また幕府に政所という行政機構を開設し始めました。頼朝は1180年に鎌倉を政治的な拠点とし始めましたが、この時期に鎌倉幕府は政治組織としてより充実化していったわけです。この花押には源頼朝個人の政治家としての自信と鎌倉幕府の政治機構としての充実化、それが込められた資料になっております。